こんばんは、歌う美容志向通信、2週間ぶりですかね。先ほどね、これは録画をしてるんですけど、配信ボタンを押しまして慌てて、止めたんですが、ちょっと配信してたというようなね状況でちょっとびっくりしましたけど、まあ止めたんで配信は、できてないとは思うんですが、今日は久しぶりにね、懐かしい歌をちょっとお届けしようかなと思っております。ほとんどね、今週の月曜日に聞いて今なんですから、今日週末なんで1週間も経ってないという。でラジオをね、車を休みの日に走らせて、ラジオ KBC ラジオから流れてきたんですが、こんな歌があったんだとちょっと思ったんで、で聞いててすっごく、あ、これいい歌だな。実は今から歌う歌は、タイガース、ザ・タイガースの歌で、廃墟の鳩というね、まあ、ご存知の方はご存知なんでしょうけど、自分は全く知りませんでした。こんな歌があったんだと。まあ、タイガースは当時ね、大人気ですからね、ジュリーがおって、加藤克実さんやったかな、ま、とにかくこの歌はジュリーが歌ってなかったんですが、非常にこの時代にね、こんな歌があったんだということで、今でも詩を聞くとなんとなく今でも使えるかなと思って、ちょっと練習というかね、先ほど仕事終わって初めて練習したんですけど、ちょっと練習不足は、出てくるとは思いますけど、なんか歌いたいんでちょっとやってみようと思います。1968年の歌ですからね、ずいぶん前の歌にもなりますが、頑張ってみます。聞いてください。廃墟の鳩。人は誰も悪い今こそ
喜びを今こそ知る人は皆生きることの喜びを今こそ知る人は皆エコーなしでちょっとやったんで響いたかどうかはちょっと分かりませんが、こういう歌でしたね。どうだったでしょうかね。なんかね、あの時代こういう歌があったんだと思うとね、やはり昭和は素晴らしいなと改めて思っております。何かね、あの頃はグループサウンズね、もう非常に出てきてましたけど、どうでしょうかね。あの今でも懐かしくこう目の前で歌われると思わず皆さんがこう拍手でノリノリになってしまうというね、そういう、熱い時代だったんじゃないでしょうかね。そう思うと、今はどうなんかなってちょっとね、昭和の人間としてはクエスチョンがね入るんですけど、まあそんなことは置いといて、またリクエストがあれば聞かせてください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。ではまたねー。